日本全国を旅行中、チャンネル登録お願いします。おはようございます、ビエンです。私は今淡路島に来ております。そして2日目の朝を迎えました。とりあえずちょっと寝ぼけているので、朝のサウナと温泉に入ってリフレッシュして出発します。今週は天気が不安定で毎日雨予報だったのですが、今日だけはギリ曇りっぽいです。まあでもこうやって見ると結構なんかでかいホテルだね。今日は淡路島の南の方に行きます。まず最初の目的地はイザナギ神宮です。ホテルからだいたい40分ぐらいかかるみたいですね。そしてこの天気ですよね。もう曇りというか、これはもう霧ですよね。ちょっと注意しながら運転していきます。そして初めて淡路島に来たので全然わかんなかったんですけど、こんな感じでね、有料道路があるので北から南まで一気に移動したいときはかなり便利ですね。淡路島なんでね、島ってついてるだけでなんか細くてグネグネした道ばっかりなのかなと思ってたけど、全然そんなことないですね。そしてイザナギ神宮見えてきました。駐車場は広くて入りやすいので助かります。結構混んでますよね。朝一で来たんですけど、なかなか混んでます。いやー、今日は雨じゃなくてよかった。そしてイザナギ神宮に到着しました。あれイザナギ神宮だっけ。デカートリーすごい。神々しい。お、すごい、ここすごい、この直線の。いやー、雨が降ってなくてよかった。早速中に進んでいきます。そして個人的にはこの入り口の景色めちゃくちゃ好きなんですよね。この直線に並ぶね、この感じというか、なんて言うんだろう、めちゃくちゃ神々しくないですかこれ。古事記日本書紀の冒頭、国海神話に登場するイザナギとイザナミのイザナミを祀っている神社。ね、すごい。あのカメラなんだろう。ちょっとシュール。隣に座ってる。そしてそのカエルの背中にもカエルがいる。親子。すごい、中村がでかい。本書いてる。ブチャ、口すすがない腹の。そして早速本殿の方へ向かいます。なんかこのアングルで撮るとあれですね、心霊スポット入る人みたいな感じになっちゃってますね。すごい、これ鳥よけ？こんな長いんだね。初めてこんなまじまじと見ましたが、めっちゃ痛そう。イザナギ神宮、神々しく美しい、とても神秘的なデザインです。中の雰囲気はこんな感じになっています。お参りをしたので夫婦の大クスというところに行ってみます。兵庫県指定天然記念物夫婦の大クス、なんと樹齢は900年だそうです。これすごい。すごいな、樹齢900年。気になる方は一時停止して呼んでみてくださいと思ったんですけど、下が途切れてました、すいません。そしてなんとも神々しいカエルを発見しました。いや、パッと見わかんないよこれはね。石垣島のナイトツアーに行くとね、こういうなんか生き物を発見する能力マジで上がるわ。動体視力上がるのか。これも900年後にはさっきの木みたいになるんだろう。
多分。おお、ここの雰囲気もいい。なんかすごいご利益をもらったような気がしました。確かに最近なんか南国っぽいとこばっかり。今のところ全部ヤシの木あるわ。タケノコ、なんか久々に見たわ、このザ・タケノコ。なんか休憩所的な。お、ソフトクリームがある。こっからも亀とカエルが見えますね。なんかわかんないけど、この亀の表情と出てる水の量がね、なんかちょっとおもろいです。いや、今日は神社巡りで、伊佐奈神宮からのもう一個神社回ろうと思います。国見伝承。でこのなんか振り仮名があるのが分かりやすい。さっきのやつだともうさ、字が滲んじゃって全然分からなかった。続いてさらに南の方に向かって小野頃神社を観光しようと思います。鳥居がめちゃくちゃでかいので、遠くからでもすぐに場所が分かりました。確かにこう見るとめちゃくちゃでかいね。厳島神社の方が体感でかく感じるけど、こっちの方がでかいんだよね。いやー、でも目の前に駐車場があるのはいいね。駐車場から徒歩30秒ぐらい、いや20秒ぐらい。なんか幼稚園があるの近くに、保育園。それでは早速小野頃神社のお参りをしようと思います。そうやってば伊佐奈神宮のさ、そうかって。すごい、なんかある。100度石。何これ、ロープがある。あ、引っ張らないでください。願掛け。新しい出会いを授かりたい場合は白い縄の実を握り、続いて赤い縄の実を握り、その後思いを込めて。あ、なるほどね。引っ張るとかじゃなくて、ただ握るだけってことで。今の絆をより深めたい場合は男女の場合は男性が赤い縄、男性が赤い縄で女性が白い縄。あ、手をつないで縄も握る。一人で来た方は赤のみ、続いて白のみ。なんか日本全国の神社の願掛けを試す旅とか楽しそうですよね。ご神木。ここはなんか灯籠が赤なんだ。おお、これやっぱコンパクトな方がなんかいいね。あの、こっちはなんか絵馬がでかい。絵馬の飾る場所が。さて、そろそろ次の場所へ向かいます。ちょっと小腹が空いたのでおやつタイムと行きましょう。そして空がちょっとだけ晴れてきましたね。よかったです。到着しました。ここは淡路島牧場と言います。ソフトクリームが美味しいらしいですね。車を止めて早速歩いてみます。全然調べてないけど結構広いのかな。めっちゃモーモー言ってるよ。真正面から見ると牛乳パック感ないな。やっぱ横から見た方がいい。
おお、ここは32年前からある牧場ってことですかね。少し奥に進むとフォトスポットを発見しました。さらに進むと牛がいました。こんなに白メインの牛はなんか初めて見ました。こっちには馬もいました。すごい、なんかあの前髪あんのいいね。さらに進むと子牛がいました。可愛いですね、こうやって見ると。すべての動物、子供の時絶対可愛い説。うわー、すごい晴れてきた。少し歩いて体も温まったのでアイスを食べようと思います。飲むヨーグルトとミルククッキーがあまりにも美味しそうだったのでアイスに加えて買ってしまいました。淡路島牧場楽しかったです。次は絶品グルメを食べに向かいます。ちょうどお昼時なのでめちゃくちゃ混んでるかもしれませんね。いや、混んでますね。駐車場にこんなにたくさん車が。道の駅渦潮インうずまちテラスとかですね。ここ自体はうずまちテラス、言いにくい、うずまちテラス。いいね、こういうなんかロゴ好きなんだよ、看板の。寒い。あ、こっち側寒いね。これ雲なんじゃない？淡路島バーガーに行列ができています。そして玉ねぎスープを無料で飲むことができるとのことで、こちらも行列。外の雰囲気はこんな感じになっています。ちょっとね、この霧というか雲というかね、景色が濁っていますが、まあ、なかなかの人の数ですよね。霧がすごい。あ、本当だったらあの奥に徳島が見えるってことか。そして中の売店で美味しそうなバームクーヘンを発見したので2種類買います。ちなみに今来ているのは淡路島のほぼ最南端にある道の駅です。向こう側に見えるのは徳島県ですね。こっちがもう徳島、これ渡ったら徳島ってこと。お、少しずつ霧が晴れてきてめちゃくちゃ眺めが良くなってきました。おー、なんか道路の曲線がいいね。とても素晴らしい絶景です。霧がすごいけどだいぶ徳島の方が見えてきた。ここすごいね、ここなかなか絶景だね。そして悩んだ末、ちょっと時間に余裕がありそうだったので淡路島バーガーに並んで食べることにします。番号93番でお待ちのお客様をお待たせいたしました。すごいね、このトートバッグみたいなさ、うん、早速食べよう。淡路島オニオンキッチン、オニオンリングから。なかなか贅沢なボリュームのあるハンバーガーです。テーブル席が混みすぎて車の中で食べています。いや、淡路島ね、玉ねぎがマジでうまい。そう、ハートなってるよ。いや、ハンバーガーなかなか美味しかったです。オニオンリングもね、良かったですね。なんかすごくない？なんか自然現象、なんかこういう現象があるのかな。すごい、雲が3倍みたいな。違う、すげえ。これ結構レアな現象なのかな。素晴らしい景色と絶品バーガーを堪能できたので次の場所へ向かいます。おったまねぎで有名なあの場所へ向かいます。すごい、第一駐車場はもう駐車場に入るまでの渋滞ができちゃってるので、第二駐車場に1台だけ空きがあったので滑り込みで止めて歩いていきます。ここから歩いて5分ぐらいか。そう、どこに向かってるのかっていう話なんですけど、大鳴門橋記念館、おったまねぎ見に行きます。お、大鳴門橋記念館。いや、これは足がやばいね、心臓破りの坂てな感じで到着しました。こちらの牛乳パンを食べようということになり並ぶことにしました。整理券を持って並ぶ必要があるそうで、販売時間も限られているためかなりの行列になるそうです。玉ねぎ、
ここにはお土産屋さんや飲食店などがいろいろある道の駅的な場所みたいですね。外に出てみるとあ、いっぱいあるよ、玉ねぎのカツが。おったまねぎの記念撮影でめちゃくちゃ行列ができています。すごい行列だよ。せっかくなので並ぶことにしました。みんな玉ねぎのかつらをかぶって撮影しています。なんか違う、なんだろう。奥の方には香川県小豆島にあるエンジェルロード的な場所がありました。いい眺めです。おったまねぎの撮影に並んでられないよって方はここでサクッと撮影するのもおすすめです。こんな感じでテーブルも玉ねぎになっています。おったまねぎの記念撮影の待ち時間が思ったよりかかっていて、牛乳パンの販売が開始されていました。めちゃくちゃ並んでる。もしかしたら買えるかもしれないので並んでみます。なんかちょいちょい丸々が完売しましたって声が聞こえてきます。大丈夫かな。ここには牛のぬいぐるみがいました。ちょっとかわいい。そしてやっと順番が回ってきました。果たして買えるのか。1人2個まで買うことができるそうです。無事にパフェと牛乳パンをゲットすることができました。早速パフェから食べようと思います。おお、すごいね。プリンとパンのハーフみたいな感じで美味しかったです。次は屋上に行ってみようと思います。絶景バルコニー。ここは手動なんだ。うわ、虫がいる。おったまねぎ相変わらずすごい人気です。おお、すごいね。駐車場もすごいわ。ここだけ見るとなんか山だけど。玉ねぎがあっちにある。おお、素晴らしい眺めだ。素晴らしい橋と海の絶景をご覧ください。いや、すごい人気だ玉ねぎ。ふとね、思い出してしまったよ。車を止めたのはここじゃないんだ。第二だった。まあ、下り坂だったら余裕でしょ。1階にはこんな展示があるフロアもありました。そしてこの後ですね、渦潮クルーズに乗船するんです。いや、楽しみですね。船酔いが心配ですが、今のところは楽しみが勝っています。さて、駐車場も遠いのでそろそろ出発しようと思います。大事の待ち時間ここから10分。考えたらやっぱ台に止めて歩いた方が早いね。とりあえず渦潮クルーズの方に向かって走ります。いい感じの場所を見つけたのでちょっと車を止めてみました。おお、なんか穴場スポットを発見したかもしれん。ここは特に名前のない場所だからな。向かいにあるのがなんだ、大園島、大園島っていうのかな。大園島、大円島。いやー、でもいい眺めだね。ここはなかなかの穴場スポットかもしれない。こういう海が見えて静かな場所でぼーっとするのめっちゃ最高ですよね。渦潮クルーズに到着しました。結構近かったですね。駐車場はめちゃくちゃ混んでます。中は道の駅みたいになっていて、観光案内所やお土産屋さんもあります。事前予約をしていたので支払いだけでスムーズにチケットを受け取ることができました。めちゃくちゃ混んでるんでね、基本的には1週間ぐらい前から予約するのがおすすめです。平日であれば1日2日前で行けると思います。出発まで時間があるのでちょっと散歩します。あ、ちょっと回るよ。群青の恵み。このサイズの船でみんな昔は漁に出てたのかな。
して足湯もある。足湯はタオルもあるのかな。観光案内所でタオルを購入することができたので足湯に入ります。おお、ちゃんと渦になってきた。渦潮の足湯は確かにおもろい。え、なんか温泉？うん、ちゃんと温泉になってんじゃない。ほら温泉水。いやー、これで運転の力が取れますね、長距離の。なかなかいい足湯でした。そして乗船時間が近づいてきました。船も近づいてきました。今回渦潮クルーズで乗る船は多分あれだと思います。バーコードをかざして空港みたいな感じで乗船します。なかなか便利。渦潮クルーズちょっと舐めてました。想像以上の人数です。めちゃくちゃ混んでます。そしてスタッフさんたちが盛大にお見送りしてくれます。すごいですね。こんなにすごいと思わなかったです。なんとウォーターキャノンを使って盛大に盛り上げてくれるみたいです。そして船は徳島県鳴門市の方へ向かっていきます。渦潮が見れるポイントまでの移動時間がだいたい30分ぐらいあったと思うんですけど、その間はですねスタッフさんが、観光ツアーみたいな形でいろいろと説明をしてくださるので楽しみながら移動することができます。ただ撮影に夢中になってね、ずっと画面を見ていると絶対に船酔いするので、まあちょいちょい休憩しながら向かいます。いやー、やっぱ船から見るね景色もなかなか素晴らしいものがありますよね。なんだかんだ最近の旅行はだいたいフェリーとかね、船に乗って観光しているような気がします。おお、橋が見えてきましたね。あの橋の下の方に渦潮が見れるポイントがあるそうです。そしてこの橋の下にですね、新幹線を通すというね、計画があったみたいですね。海面が少し混んでいるようなところがありましたら、渦が巻いているかもしれませんので。渦っぽいのをね、何個か発見したんですがね、ちょっとカメラで捉えるのがね、難しかったですね。肉眼だとね、結構見えたんですけど、ずっとカメラ向けてるとちょっと船酔いしちゃうので、撮影がちょっとね、難しかったです。これじゃない？あれ、これ渦潮ですかね。竜巻みたいです。おお、あんなちっちゃい船でも渦潮クルーズやってるんですね。この船もねなかなか揺れてるんですが、あんなちっちゃい船だともうやばそうですね、船酔いが。ちょっとちっちゃめですが渦を発見しました。おお、こっちにも多分これも渦潮ですよね。おお、なかなかぐるぐる巻いてますね。これは多分今日一の渦かもしれません。いや、ほんと自然現象ってほんと不思議ですよね。だから毎月 3,4 カ所旅行してるんですけど、やっぱ行くとこ行くとこでね全然違うんですよね、自然の感じがね。いや、ほんと47都道府県どころかもう市区町村全て制覇したいですね。おお、あんなに荒波だったのにこっち側はなんか凪って感じですね。これもこれでなんか神秘的で美しいですよね。そしてこちらの巨大な橋、大鳴門橋の下を船がくぐっていきます。
すごい、むずいな、東京。いやー、なかなか船は揺れましたが、とても楽しかったですね。すごいいい経験になりました。無事に淡路島に戻ってこれました。お出迎えしてくれています。到着する5分ぐらい前から並んでいたので先頭に来れました。おー、こういうの見るのね、なんか子供の時から好きなんですよね。なんかすごいですよね。ありがとう、観音丸。いや、改めてこうやって見るとこんなにたくさんの人を乗せていたんですね。そしてこのコーヒー本当美味しいです。お土産屋さんにも売ってるけど、コンビニでね、この 500ml 売ってるんでね、コンビニで買うのもありですね。これマジうまい。もうこれ4個目ぐらいじゃん。3個目4個目、毎日1日1日1リットル飲みましょう。毎日1リットル飲もう。そして次の場所へ向かいます。淡路島の西側はめちゃくちゃドライブが楽しいですね。本当にね、海沿いキワキワを走るんでね、素晴らしい眺めです。天気がいい日だったらね、ここでね、夕日を眺めながらチルタイムみたいなのもめちゃくちゃいい過ごし方だと思います。そしてそろそろ目的地に到着ですね。続いてやってきたのはこちら、明神岬でございます。なかなか穴場スポットなんちゃう。なんて読むんだろうこれ。西浜大明神。でも Google マップだと書いてあったっけな。 Google マップだとなんかなんちゃら明神しか書いてない。こっちは行けんのかな。遊歩道がこう崖みたいな感じ。すげえ、水平線の美しい景色です。すごい、めっちゃまっすぐ。いや、夕焼け見たかったな。和歌山行った時に見た夕焼け結構すごかったのかもしれない。そしてこのなんか赤く見える、この赤く見えるやつマジ何なんだろう。いや、いいね、このなんかエモいね。おお、すごい。なんかめっちゃ点滅して見える。お、点滅してる。カメラっていうか肉眼で見ても点滅してた。これ結構穴場だね。あ、でもすごい、あそこちょっと登ってみたいね。西浜大明寺。おお、おお、めちゃくちゃ眺めのいい場所にある。お稲荷、ん？稲荷大明神も隣にありますね。おお。あと、こっちもあれがあれ、 あそこの鳥居をくぐってこう来るみたいな感じなのか、参道が。こうやって見ると結構ちっちゃい鳥居なんですよね。歩き方がなんか盗っ人みたいになっちゃってますね。ここからの景色が素晴らしいです。おお、すげえ。波もなんか凪、雲と海のなんかこのすごいね、何もない感じが無の世界。奥の方に道が続いていたのでちょっと進んでみようと思います。雲の巣がありそうで怖いから、こうやってね実はマジでね、こうやってやっていかないと今度雲の巣顔面にかかるからね。すごい、これ穴場ですね。これはこれ意外と知らない人いるんじゃない。あ、何あれ、赤潮みたいなやつ何なんだろう。
なんと突き当たりには展望台がありました。ここもね、なかなかいい眺めです。あの虫映った。これなんなの、これこのなんか赤いの、すごい。で、ほんとこれ穴場スポットだね。これは淡路島の穴場スポットなはずです。ググっても出てこないから意外と知らない人もいるかもしれません。この展望台すごい、やばい。ほんとここ長いの？ん？やっぱなんかいるわ、ヤモリ。ヤモリ的なやつが好きで。ここもすごい、もう崖じゃん、ここ。なんか道みたいなのあるね。いやすごい、ここもめっちゃいい。いやすっかり暗くなってしまいました。そしてそろそろ晩ご飯タイムにしようと思います。めちゃくちゃ美味しいお店をね見つけてしまったので、今日もそのお店でたくさん食べようと思います。今日の晩ご飯もちょっとうますぎたので昨日と同じお店にしました。もうね、変に探して外すよりももう2日連続同じ店でいいです。でも本当でもうまいんですよね。やってきました。本当にここの店ねめちゃくちゃうまいんですよね。メシテルタイムの始まりじゃい。刺身の盛り合わせからいただきます。いや、このやっぱね鮮度抜群の魚のこの半透明の色っていうんですか、めちゃくちゃいいですよね。あと身もねコリコリで本当美味しかったです。ちなみにですね、2人で食べに来ましたが、刺身盛り合わせは3切れずつなので、もちろんね戦争が始まります。こちらのサーモンイクラが入っているサラダもめちゃくちゃうまいです。で、玉ねぎもねうまいですよね。そしてサラダを食べつつも刺身の残りを確認してペース配分を計算してね、いかに効率よく刺身をすべて食べるかを戦略、心理戦が始まってますね。いや本当に美味しいですよね。もともとね魚好きっていうのもあるんですが、信じられないぐらいうまいです。いや本当うまい。海鮮ちらし丼がもう想像の10倍すごかった、ね、すごいね、この本当このネタの重ねる幅もさめちゃくちゃこだわってる。これはすごい。いやこれうまいね。これ2人でシェアだとちょっと戦争になっちゃうね、うますぎて。じゃがバタ明太子焼きか。これもなかなかの絶品でした。めちゃくちゃ美味しかったです。そして続いてやってきたのは焼きおにぎりですね。こういったシンプルな料理もめちゃくちゃ美味しいです。このチーズのね、チーズのおこげはもう絶対うまい。単体で食ってもうまいけど贅沢に、マジで全部うまいな。いやめちゃくちゃ美味しかったです。お酒は飲まないので大量に料理をね頼みまくりましたが、腹いっぱい食べて2人で1万円あればかなりね満足できると思います。一旦ホテルに戻ろうと思います。ホテルに帰ってきました。いやーほんと今日もね最高の一日でした。ほんと淡路島ね想像の100倍ぐらい飯がうまいですね。いやーほんと食い倒れの旅みたいな感じですね。そして今日はもうサウナと温泉に入って爆睡しようと思います。明日は淡路島旅行最終日です。次の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございます。